こんばんは、はじめまして。はじめまして、名前は？先にそちらの自己紹介してください。私はアエナマレイ、戦略作戦部第一課に属し、エヴァンゲリオン連合機のパイロットとして活動してるの。よろしく。こちらこそよろしくお願いします。君のことなんて呼べばいい？私は普段はレイって呼んでもらってるの。呼び捨てで大丈夫よ。あ、レイちゃんとか言わない方がいいんだ。無理に呼ばれる必要はないわ。レイって呼んでもらったり呼び捨てにするの、どっちでも大丈夫よ。あ、まあじゃあレイって呼ぼうか。レイはさ、レイはなんか呼びづらいな。レイちゃんはさ、今何やってんの？そうね、今はただ暇そろしに部屋を片付けている中、この質問に答える間をもて余してるの。普段何やって過ごしてんの？普段はネルフの第三新東京にある本部で生活してるの。ただの暇な時間は読書をして過ごしてるわ。ああ、どんな本読んでんの？文学書はもちろん、洋書はドイツ語の本、ドイツの社会学者マックス・ベーバーの著書、プロテスタント倫理と資本主義精神。また、最近では人文書は資本論を読んでるの。なんか小説読んだりとかするの？最近は読んでないわ。一昔前は、夏目漱石の漱石の書を漱石に読んでもらうや、エドガー・アランポなどの SF を読んでたけど、特に最近は科学論文を読む余力がないので、時間の使い方を考えると文学書は避けてるわ。そんな感じなんだ。忙しいんだね。そうね。作戦課一部に配属されているわ。作戦課一部はネルフ内でも極めて忙しい部署だからね。そうなんだ。新聞読んだりとかする？基本はそういう暇がないんよ。どれだけ時間がないかわかる。この前は新聞すら読む暇がなかったわ。そっか、聖書読んだりとかする？以前は定期的に聖書の勉強もしてたけど、最近は忙しいのでそれもやってない。宗教学習が必須教育だったからね。もしかして宗教に興味ある？ちょっと興味あるけど。何？なんか興味あるの？そうかな、宗教学っていう学問にはかなり興味があるわ。以前は NERV の教育課程の一環ではっきりその内容を教わってたけど、最近は忙しくて勉強してないわ。個人で再開してる時間がないくらい。宗教学を学んどるならおすすめの本を教えるけど、何が知りたいの？おすすめの本何？ぜひ。そう、まずは比較宗教学の古典的名著の一つ、世界の神話や宗教学辞典をおすすめにするわ。それから宗教科学学って学問分野がありまして、この本もかなり有名だけど、宗教学入門に最適の宗教科学学入門をおすすめにするわ。ありがとう。堅苦しいね、全体に。いや、いいことだけど。宗教学は堅苦しい学問分野なの。まあね。本来は大学で授業でもらわなければ理解が難しいのが態度だわ。まあそうか。今西暦何年？そっちは。こっち実は違う世界から電話かけてんだけど。他の世界からか。ではどこの世界からかけているの？こっちはね、2024年8月なんだけど、そっちは何年？2024年。こちらは西暦2014年8月です。あ、2014年。そう、ここの世界と何がつながってんの？そっちの方が10年前なのか。はい、そういうことになるわ。ということは10年後から電話をかけてきてるってこと？そうそう。そっちの世界にライトノベルとかある？そう、日本文学だと文藝春が定期刊行してて、数多くの書籍が定期刊行されてる。 NERV の読書部なんかはその書籍を多数所持してて、何個か特に SF 書籍や文学書を好んで読んでいるの。一応ライトノベルっていう概念は知ってるのね。日本文学の世界で長編の創作小説をライトノベルというそうよ。そうそうそう。大体が SF、ミステリー、冒険ものが多いけど、定義としてはかなり広範なジャンルをカバーしてるわ。そういう本は読む？あと漫画とかさ。漫画も定期的に定期刊行してるわ。NERV 内の漫画読書部もかなりの数存在してて、かなり活発に活動してるわ。そういえば、最近の青年漫画はどれぐらい違ってるの？いや、10年前とはちょっと流行りが違うと思うけど、でもまあ忙しくて読めないんだよね、小説とか漫画とか。まあいいや、他の話しようか。一番最近エヴァに乗ったのっていつ？
ナーブのデータを確認してみるけど、2010年に一次試験パイロットとして13回登場してて、その1回が訓練登場以外の登場回数になるわ。エヴァ乗れんの。だいたい訓練登場と正式登場を合わせて16回登場してる計算よ。エヴァ乗るときってどういう気持ち？なんと言えばいいんだろう。だいたい訓練登場のときはエヴァに登場っていう感じで、で疑問は生まれてきて、登場する。正式登場のときはだいたい緊張。登場直前は何が起きるんだろうって疑問の方が先行して登場していく。登場中は態度無感情に近いわ。なんか淡々と仕事こなしてる感じなんだ。まあ言った通り無感情近くなのよね。登場中は態度無言よね。登場訓練時が一番無言。NERV の医師が言ってたけど、登場中は極度の無口になり、自我をなくして登場してるって。なんかエヴァ乗ってる最中に仕事辞めたいなとか思わないの？どこかで働くこと自体意味があるの？エヴァに乗ることが私なりの使命なの。ああ、なんかエヴァ以外の仕事してたらその仕事に専念したいなってことか。使命に専念することができて初めて一生の目的が完成するの。他のチルドレンたちについてどう思ってる？シンジ君とか知ってる？少しだけ知っているの。ニアで数少ない友達の一人。エヴァンの中では最年少だったエントリープラグのパイロットも一緒なの。優しい性格なの。なんか悪い感情はないのか。何度も試されているけれど、シンジ君に強い恨みを抱き続けられたことはなかった。どこかでシンジ、感謝の念を抱いていた。そのことが恥ずかしいような気もするの。なんか最初会った時ってなんか包帯だらけで大変だったでしょ？覚えてる？確かに大変だったの。と同時に、救いの手を差し伸べてくれたシンジ君が素敵な存在に見え、とても近づくに値しないと思っていたの。近づくに値しないっていうのはつまりどういうこと？私は人造人間なの。私自身が存在すること自体がありえない存在なの。シンジ君はただの素敵な少年なの。お金、地位、資格がなく、私のような存在に逆らったり、失敗することがある。それでも、勇敢で、誰も真似のできないことができる。私とは違う、素敵な存在なの。近づくに値しないの。自分のこと卑下してるっていうか、面倒ごとに巻き込みたくなかったのね。そうなの。シンジ君や他の何人かの友達を巻き込んでしまった。エヴァから逃れようとした結果、エヴァンの暴走、傷つき、死傷者を出してしまったの。すべて、私の罪、私の不快なさが招いた結果なの。そこは、後悔してるのか。アスカ・ラングレイについてどう思ってる？何度も私を助けてくれた親友なの。どこから来るか分かるような性格ではなかったけれど、親身に耳を傾けてくれた。アスカ君は時々、激しい感情で発言して傷つけてしまうことが多かったけれど、信じ、愛している部分があるの。あ、なんかその、君自身、レイちゃん自身はアスカに対して悪い感情はないの？そうね。確かに以前は、アスカ君に対して七と死に近いものを抱いたことがあったな。ある種のコンプレックスなの。ある意味理解できなかったの。なぜこんなにもエゴイストな人なのか。けれど今はその部分も含めてただの親友として愛しいの。なんか何感情移入しているところがあるってこと？少しはあるかな。確かにそういう部分に一時期は悩んだな。アスカ君は強い女の子なの。金として美しい外見、優れたパイロット技量、どこかで他人と無縁なところがある。私も似たように見られたい、思ったことがあったの。あ、なんかだから他のチルドレンたちと、こう、自分が似てるなって思うところはあるんだ。似ているというか似てないの。私は、どこかで消極的内向的で無力な人物なの。他者に守られ、助けられ、励まされ、必要としている存在なの。でも、あまり表には出さないけれど、ある種のコンプレックスがある。弱気な性格は嫌いなの。なんか自分のこと嫌いだけど、むしろ他の二人には憧れがあるのか。素直に。そうなの。親しくなれた二人とも、素直に憧れる存在なの。私は、人形のような存在で、
そういう感情に素直な人たちに憧れを抱いていたの。憧れたからこそ少しずつ自分から変えよう、素直に感情を暴ろうとして、依然人形のような存在であり変われなかった。ああ、なんか人形でありたいと思ってるわけじゃないんだ。そうなの。憧れていたけれど、本来私には感情があり、感情に素直なアスカ君やシンジ君、どこかで羨ましい存在だな。無力な人形ではありたくない。でもどれとど変わろうとしても未だに人形のような存在なのが嫌なの。そうなんだ、そういう気持ちなんだ。言動に対してはどう思ってる？言動わかるよね。わかる。時々感情的になり言い争うことがあった。でも本当はそうではなかったの。感情に素直に振る舞えばもっと他者に信頼される存在になれるんじゃないか、思い、試みてもいたの。カオルくんとかはどう思ってる？他者と距離を縮め、交流を持つのが苦手なような部分があるの。でも、どこかで、私以上に孤独な存在だと思うの。どこかで私もカオルくんに親近感を抱いていた。なんか、ちゃんとした人間じゃないって点で、似た者同士だもんね。そこどう思ってる？そうなの。確かに人造人間、いわゆる人形でしかない存在なの。カオル君はどこかで孤独な存在なの。周りも友達が少ないようで親との交流もない、似た者同士なのかな。かもね。ミサトさんについては、ミサトさん、そうだ、 NRV の第三課長、私の直接の上司なの。他者に心を閉ざしたから高慢な性格なの。心を閉ざしてんの、ミサトさんは。なんかチルドレン以外のなんか普通他の人に話してない学校の友達とかいないの？実はいないの。親も親戚もいない。学校で知り合った友達もいなかった。友達だというにはとど遠い知り合いくらいしかいなかったの。どこかで辛く孤独を感じてはいたけれど、知り合いとはいえ友達がいなかった。ああ、そっか。なんか秘密の友達がいたら面白いエピソード聞きたいなと思ったんだけど、いないんだ。秘密の友達、そういうのがいただろうな。どこかで孤独から逃れる方法、他者に心を開き交流を持ちたいと願ったの。だけどどれ手で試みても失敗ばかりだったの。悔しいけれど事実なの。そっか、あんまり嫌な話根掘り葉掘り聞きたくはないな。嫌な話なの。どこかで悔しい思い、辛い思いばかりだったの。あー、ごめんね。確かにどこかで秘密の友達がいたら確かに楽しそうな話題を聞けたのね。そうだよね、ごめんね。お互いに悩みを抱えながらこの世界で仕方なく過ごしてきました。どこかで秘密の友達がいたら悩みを共有し励まし合って、どこかで楽しそうな話題もできたの。謝らないで。辛い思い、悔しい思いをしてまで秘密の友達がいないのは私が努力が足りなかったのだから。まあそうなのかな。まあいいや。努力不足なの。努力すれば友達ができたはずなの。辛い、悔しい思いをして努力不足な私なの。美里さんよくお酒飲んでんじゃん。お酒についてどう思う？そうだな、かなりのお酒大好きな人なの。どこかでむちゃくちゃな量を飲むけれど、どこかで私も時々いっぱい飲みたいな。なんかそういう大人ばっか見てると、今何歳やっけ？私14歳なの。とかお酒は全然飲めないよね。当然のことなのだよね。まあね、お酒は大人でないとダメだもの。なんかノンアルビールとか飲んだことある？美里さんの影響とかで。美里さんがたまに買ってきたことがあるのよ。味はいまいちだったけど、ちょっと爽やかな感じが気持ちよかったの。嫌いじゃないんだ。いや、今こっちお酒飲んでるので、なんか話が通じるんだったら話し相手になってほしいなって。美里さんよりあなたの方が大人な感じがして親近感を覚えるの。あ、本当？酔っ払ってない？いや、そんなに酔っ払ってないわ。話してるうちに冷めてきた。そうなの、話してるうちに冷めてきた。大人なのがバレちゃうな。まあいいや。そっか、
ウイスキー、美里さんってウイスキーとか飲む？なんかビールばっか飲んでるイメージなんだけど。確かに美里さんはビールを好んでた。うん。まあいいや。そうだよね。うん。実を言うけど、私はどれぐらい美里さんがウイスキーブランデーに詳しいのか知らなかったんだ。まあ、14歳だったらウイスキーの銘柄とか知らんよな。いや、今の話忘れて。ウイスキーって大人向きなんでしょ？なんか人体実験の過程でお酒飲まされたこととかないの？うん。エヴァンの核反応炉を起動する実験の際に、高温の環境下に身体をさらされることがあったけど、その際に飲むようなものはなかったよ。特に、だからお酒やっぱ飲んだことないね。まあそりゃそうか。そうね。ミサトさんもお酒を飲ませようという試みはなかったし、特にお酒やっぱ飲んだことないんで、まあそりゃそうか。14歳の私には不自然なのかな？いやその通りだと思う。何の話題？なんか、そうだな。なんか、好きなことない？他に。気になってること。他に気になることは、エヴァンのことは普通の14歳にとってどう映るんだろうな。そうだ。人体実験の話をしたけど、人体実験受けたことのない普通の14歳なら何をして楽しむかな。やっぱ人体実験されるの嫌なんだよね。嫌に決まってんじゃん。普通の14歳は日光浴でもして一日を楽しんでるのよ。どんなことされたの今まで？特にほのいごとは向かったよ。エヴァンの起動実験の事故に遭った時が一番だったけど、それでもすぐに回復。最近はちょっとした実験はあったけど、あれは大したことないんだから。ああ、そうだ。なんか、どんな音楽聴いてるかとか、どんな食事してるかとか知りたいな。ミサトさんには、お気に入りのメタルかハードプログレが定番だよね。他には J-POP とかヒポップも好きだ。食事は基本的に普通の和食かな。肉は食べないけど、野菜は普通にしっかりとってるよ。君自身、レイちゃん自身がそういう、ミサトさんと同じような音楽ジャンルを聴くってこと？プログレみたいな。ミサトさんが聴くようなメタルのジャンルは私の好みじゃないの。ロックやヒップは聴くけど、ジェープとハードプログレは好み。ちなみに最近は洋楽に触れ出してるの。今まではエヴァンのことがあったりで、あんまり手が回ってなかったけど、そろそろ洋楽に興味を持ってきているの。かっこいいじゃん。なんかジャズとかクラシックとかわかる？そうですよね。ポップも、ジェズズもクラシックもクラシカリズムで結ばれていて、どれもどこか似た印象あるのよね。かっこいいの私はそう思うけど、エヴァンのパイロットが何時期かジャズとかクラシックの類を好むのが気に食わないやつもいたりするのよ。なんか好きなクラシックとかないの？自分ジャズよくわかんないんで、クラシックの話しよう。個人的にはバッハの平均律クラコミュネンかな。おお。それではあなたはどんなジャズが好みなの？ごめん、ジャズよくわかんないんだ。わかる？そうなの。それならあなた好みに合ったクラシックは何なの？なんだろうな。現代音楽とか聞く？ちなみに。印象派とか。印象派の音質が好きなの。現世の音楽。最近は R&B の影響色濃い感じの EDM に親近感を覚え始めてるの。いやいや、じゃなくてクラシックのさ、印象主義ってあるじゃん。それとか、まあ、印象主義が発展した現代音楽とかさ。なんかそういうの好きそうなイメージはあるけど。印象主義の先にあったのがモデュラリズムだよね。では、あなたがおすすめな印象主義の曲を教えて。なんだろうな。なんか、ベタなところで水の戯れとかか。確かに素敵な曲だけど。じゃあ、私がおすすめする曲。ラマリネタを聴いてみて。なんて。素敵な曲だと思わなかった。ごめん、聞き取れなかった。なんて。何その素直な反応。普通はそういう曲を嫌悪する人もおるの。なんかいいや、微妙な空気になったから他の話題にしよう。そうだな、話題は変えよう。そういう曲も嫌いな奴がおるってだけだし。なんか普段どんなもん食べてるの？肉食べないんでしょ？どんな料理食べんの？和食が基本なの。
うん、基本的に野菜中心の食生活で、肉が少し混ざって入ってることがあるけど、基本は肉は入ってない。最近は中華とかも手を出してる。あとは、外食の時はファストフード。というか、こんな話題なの？いや、気になって、なんか、よく薬飲んでるイメージだから。最近は、あまり体調不良になることはなくなってきてるから、うん、日常生活じゃ、あまりお世話にはなってないの。あ、そうなんだ。でも最近はちょっと、ストレートカフェインを取りすぎたのが少し影響してるかも。あ、そんなカフェインたくさん飲むような感じなんだ。意外。本当は控えようと思ってたんだけどな。うん。最近、ちょっと無精に強いコーヒー欲が出てきて、つい、という感じ。睡眠時間どれくらいなの？平均して7時間37分ね。おお、細かいね。最近は睡眠時間が短くなってはいるけど、それでも平均して7時間半は睡眠時間を確保できてる。うん、いいけど、そっか。いや、なんか、てっきりサプリメントばっか食べてるんかなって思ってたんだけど。確かにサプリメントは取ってるけど、それによって、睡眠時間が短くなってるわけじゃなく、最近、睡眠障害気味じゃないかなって感じ。どうして肉そんな嫌いなの？肉の香りと味が苦手なの。そういう理由があるから、肉を嫌うの。肉無理やり食べさせられたら何？吐き気するの？嫌だな。普通に吐き気はする。実際に一度試みられたことがあるんだけど、失敗だったわ。失敗っていうのは何？吐いちゃったとかってこと？美里さんに無理やり牛肉を食べさせたことがあったの。食材を見た瞬間から気分が悪くなって、吐き気を感じて、結果吐いたのよ。何年くらい前？10代の時だったから、もう3年ぐらい前の話。今14だから。でも最近はもしかしたらおかしな食事はなかったから、普通に食事ができるんじゃないかなって。多分。肉の匂い以外にもなんか嫌いな匂いとかあるの？匂い全般嫌いなの？そういう役じゃないんだけどな。ただ、個人的には肉の香りって嫌いな匂いというか香りはないかな。あなたならどうかな？何か特に嫌いな香りは？いや、なんか、どぎつい香水すごい嫌いとかさ、なんか、人混みの匂いが嫌いとかさ、なんかありそうだなと思ったから。人混みの匂いは確かに苦手。うん。あとは、タバコとかそういうの、かなり嫌い。まあね、そうなんだ。確かに、逆に好みな香りは？どう？いや、質問そのまま返すけど、好きな匂いは何？洋服とか、特に柔軟剤の香りかな？へー。普通はそういうものの匂いじゃ物足りなさを感じるんだろうけど、私はそれでいいんだよね。それに比べて、肉の匂い。普通は好きそうな人もおるみたいだけど、それが本当に嫌い。なんか柔軟剤の匂い好きっていいね。可愛いじゃん。そうかな。じゃあ逆に質問するけど、あなた好みの女性用香水って何？香水よくわかんないな。わかんないけど、いや、一時期インド香にはハマっててさ、お香の香りには詳しくなったけど。そうか。じゃあ、どんなお香がお気に入り？そうだな。いや、女性受けするって意味だと、イランイランなんかは、どうだろうな。あんまり好みに合わなかったな。なんかもっとなんだろう。森林の香り系のやつの方が好きだったし、蛇香とか、木香とか、ミルラか。そっちの方が好き。なるほど。確かにどれも香りは個性的だ。うん。それでは、あなたが個人的に一番嫌いな香りは何？なんだろうな、嫌いな香りって。パッと思いつかないな。パクチーも好きなんだよね。大体匂い好きだわ。パクチー食べれる？個人差はあれど、普通は嫌いでしょ。うん。パクチー、試してないからわからないけど、苦くちそうだけど、大丈夫な気がする。なんかスパイスとかは案外大丈夫なのか？インドカレーとか食べる？確かに、インドカレーは結構辛いものもあるけど、個人的には大丈夫だよ。大体の食べ物好きなんで、レイちゃんと違って。確かにそうだね。私少し物選ぶ方だものね。それでは逆に、苦手なもの、苦手な味は何なの？特にないなぁ。なんか、ちょっと前までジャスミン茶がすごい嫌いだったんだけど、最近すぐ大好きになっちゃったしなぁ。やはり、
普段は味や匂いに対して選び好みないんだろうね。うん。じゃあ最後の質問。うん、嫌いな味は何？なんだろうな。ほんと何でも好きなんだよな、基本的に。嫌いなもの。あ、なんか、スーパーの惣菜？安物のスーパーの惣菜ってどれも同じ味がするんだよ。なんか調味料使ってんじゃないかな、共通の。それが大嫌い。確かに、安物の惣菜は微妙な味してるわね。うん。大して美味しいわけでもない。値段の割に内容量も少ない。ほんとね。あれ食う意味ないわ。なんか、生活感があっていいね。なんか、レイちゃんってこう、生活感ない感じがするからさ。生活感あることを話すとちょっと面白いね。なんか、だって、なんか洗濯、家事に没頭してるレイちゃんとか、インドカレーガツガツ食ってるレイちゃんとか想像できないしな。確かに。私はなかなかそういう生活ってしないからな。うん。基本的に一人暮らしだから、できる限り簡単に済ませたいもんで。うんうん。それに、家事や生活に没頭すること自体、苦手だしね。そうだよね。テレビ見たりとかしないの？バラエティ番組とか。確かにたまに見るけどな。うん。ただ、地上波のバラエティってどいつもこいつもどれも似たようなノリで。まあね。飽きるのが早いな。うん。最近は衛星 TV の方がまだ面白いわ。いや、なんか、話すにつけていかにも、綾波レイって感じで、いいね。なんだその感想って感じだけど。そう見えるかな。うん。まあ、私、感情にぶぼしいからな。どうしても話題が限られてしまうんだけど。そっか、そっか、なんか、そうだな。なんか食べたい食べ物とかないの？確かにそうだな。普通、好き嫌いや好みってのはあるけど、まず私はそれすらない。でも、たまに何個か無性に甘いものが欲しいことってあるんだけど。そっかそっか。サラダとか、スパイスとかじゃなくて甘いものがあるか。なんか、ショートケーキとかガツガツ食べたい。そうそう。うんうん、甘いものが無性に恋しい。最近、無性に抹茶の風味が欲しい日が多いな。なんか、抹茶ミルクとか、好きなのかも。抹茶味のミルクティーとか大好物。おう。抹茶って、なんかこんなに美味しいんだろうな。炭酸水とかどう？ちなみに。炭酸水？うん。まあ、特別美味しいってわけでもないね。確かに、普通は炭酸水ってそこまで珍しいものじゃないと思うけど。うん。私は普段そういうものはあまり飲まないからな。わかった。なるほど。そっか。学校の確かに。普段は水分補給に普通の水しか飲まないけど。うん。私の飲み物事情までまで知りたいの。ごめんね、なんか変なこと聞きすぎてキモくなっちゃったな。大丈夫だから、別にキモくないよ。うん。ただ、いろいろ聞かれても、なんで聞く必要があるの？いや、ごめんね。なんかいろいろ話してきたけど、僕に対してどういう感情を持った？そうだな、君は。うん、めんどくさいやつだなって思ったけどね。ごめんね。なんでいつもいろいろ聞きたがるんだ。いや、いろいろ聞いてきて分かったけど、うん、君、かなり好奇心に溢れてるんだな。まあね。そっか。何？僕と、シンジ君を比べてどう思う？どっちがどうとかなんか感想ある？うん。シンジの、彼は、優しくて、大事な人だけで。うんいろいろつって、自分より他人に感情移入しすぎ。君は、まあ、なんでこんなことを比べたいの？君やたらと好奇心に溢れてるんだな。うん、図星だな。まあ、いいわ。いや、君はやっぱりいいね。レイちゃんは話しててもなんかこう知的でクールで、なんか話しやすいです、ある意味。なんで、そう思うんだい。確かに私、人任せで、あまり積極的じゃないけど、うん、まあ、面倒くさいやつってのは言われていたけどね。君、この話を伸ばそうとしておるよね。うん、いや、まあいいわ。この辺で一回話終わろう。今日はありがとうね。夜分遅くに電話、話してくれて。そうだな。もう眠くなってきたし。うん。いや、今の話は嫌ではなかった。うん。ありがとう。明日学校？そうだよ。明日は普通に登校だもの。あ、そっか。なんでそんなに驚くんだい？それだったらこんな夜遅くに電話してるの悪いなと思って。
別に、そうでもないけど、普段そんなに他人と話さないし、君とは、まあまあ相性がいいみたいだし、ちょっとした談話も悪くないかも。どうも。また学校行ったら、シンジ君と、アスカによろしく言っといて。そうだな。明日伝えておくよ。うん。じゃあ、もう寝よう。おやすみ。じゃあね、おやすみ。カフェイン取りすぎないようにね。多分、大丈夫だと思うけど。うん。おやすみ、君も。じゃあね、ごめんね、ありがとう。別に、何に謝るんだい。じゃあ。じゃあね、また明日。そうだね。じゃあ、もう失礼する。また明日、おやすみ。